Thank you.
さとみ。まゆちゃん。やっちゃん。
それでは菊組の男。海にこぶのあるおじいさんは山に焚き火を取りに行きました。ところが急に空が暗くなって雨が降ってきました。やっと雨が降ってきたので木の穴に雨宿りをしました。おじいさんは眠ってしまいました。夜踊りが楽しそうなので木の穴から出てきました。その人を忘れて踊ってしまいました。おじいさんが踊りが上手なので明日も遠いと言われました。このコブを預かっておくと言って鬼をコブ